皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、私の秋服のルックブックを皆さんにご紹介していきます。ご存知の方もねいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、私10歳から24歳までずっとハワイに住んでて、ロサンゼルスにですね4ヶ月前に引っ越してきました。まあなのでね、その秋服っていうのを今までこう大人になってから買ったことがほぼなくてですね、まあ、日本に帰る時にたまにこうなんかまあ厚いコート1枚とかそういうの買って、まあもうしのいでたっていう感じなんですけれども、秋服ファッションを楽しむっていう意味ではもう本当大人になってから初めてなのでドキドキしております。なのでね、ちょっといつもとテンション感が違ったらすいません。ちょっとね緊張してるの。なんかね、秋服見せるじゃん、あんま着た経験ないじゃん。なんかね、秋服を着てる自分がすごく見慣れないみたいな。インスタグラムとかでも秋服ちょいちょい載せてるんだけど、ニット姿新鮮だねとか、でさ友達とかにも、あなんかユナってちゃんと服着る人なんだねっていう風に言われました。はい、普段ね露出狂ということで通ってますので、すごくね今日もね上のこれ本当普段着で着てるやつなんですけど、結構これもバックオープンな感じで開放的なファッションをですね今までの人生楽しんできたので、こう隠すっていう概念で私のファッション事情の中には、まあ、開放露出みたいな感じだったんですけど、その隠すっていう概念が今までなかったから、結構買う時とかもすごい迷ったりしてて、まあ、すごい楽しかったんですよ。買ってる時の動画をねこの前出したので、よかったらねこちらの動画も合わせて、ご覧になってください。それでは秋服の紹介始めたいと思います。まず最初にご紹介するのは夏物をそのまま秋に持っていくコーデです。やっぱり秋はブラウンやニュートラルなカラーが着たくなるので、ブラウンでまとめてみました。このジャケットは見た目より実は薄くて、少し肌寒い秋の季節にぴったりです。大きめジャケットを羽織る感じがすごくね、高級感が出て、周りと一歩差をつけれるコーデになっていると思います。デニムは流行りのフレアデニム。ヴィンテージっぽい加工がまだまだ流行っているので、このデニムを最近はヘビロテしています。この下が広がっているデザインが結構ね、足長効果につながるので、結構ね、おすすめです。そして秋ファッションだからといって着膨れしてスタイルが悪く見えるのは、私的にはすごく嫌だなというふうに思っているので、このコーデは羽織が大ぶりな分、中のラインがねはっきり見える感じになっています。で、夏と変わらずハイウエストのデニムを履くことによって足長効果を狙っています。で、ハットをね被ると一気に秋感が増すからおすすめです。コーデの季節感は小物ですごく影響が出ると思っているので、小物にもこだわりたいところですね。タンクトップの下にバイカーショーツを合わせてみました。バイカーショーツとはですね、この丈が太ももと膝の中間ぐらいにくるアスレチックなパンツのことです。アスレジャーファッションが今ロサンゼルスでは大流行していて、街中で歩いているとスウェットパンツやバイカーショーツをかっこよく着こなしているお姉さんたちがたくさん歩いています。こういう体にフィットするコーデをすると自然と気が引き締まるから、久しぶりにこういう格好をして、あ、太ったかもとか、あ、もっとここ筋肉欲しいかもとか、とにかくその意識が上がる気がするので、自分のためにもボディーラインが見える服は定期的に着るようにします。で、これね本当になんかダイエットとかなかなか続かないっていう方にもすごくおすすめの方法で、こういうね肌を出す格好をしてると嫌顔でも意識してしまうので、もしその今の体型に不満を持っているとなると、こういう洋服を買ってじゃあこれを着れるようになるぞっていう風にモチベーションを上げるっていうのがね意外とね効いたりするのでおすすめです。バイカーショーツだとパンツのラインが見えたり気になる方もねいると思います。私が履いた中だとルルレモンのパンツかなとかだとね、ヨガパンツを履いたりしてもパンツのラインが見えないのでおすすめです。それかスパッツ的なものを中に履いてあげるとパンツのラインが目立たなくなっておすすめです。で、私はね今回あんまりスパッツをね整えなかったので、そのスパッツって主語なんかな、このスパッツのラインが見えてしまうんですけれども、まあ、これはねちゃんと着たら全然見えないので大丈夫です。このコーデ自体がすごくねシンプルなのでブーツを合わせてみました。ブーツを合わせるとねすごくね足が長く見えるのでおすすめです。で、羽織ってるジャケットはシャケットって言って、すみません、イントネーションの正解わからないんですけど、シャケットっていうものを羽織っていて、シャツとジャケットを合わせた造語みたいな感じなんですね。これがですね今季めちゃくちゃ流行ってて、結構どのオンラインサイトでもこのシャケットがね絶対置いてあるってぐらいトレンドみたいで、私もね今回秋服を買うぞってなった時によく見かけてたので、これは絶対ゲットしようっていう風に思ってました。で、これはですね生地が結構ジャケットより高流路よりなので、まあ、本当そのデザインはシャツみたいなんだけど素材はジャケットみたいなっていう感じなね服になっています。なのである程度防寒もできるし、シャツっぽいデザインっていうのがすごくおしゃれで可愛いなというふうに思います。今季ねたくさんこれはね着ていきたいと思います。
ジャケットを持ち歩いていると荷物がかさばります。もっとお手軽にお出かけしたい方はスウェットと合わせることをお勧めします。こういう万能な服はですね、色、生地、形にこだわると同じようなものなのに人よりおしゃれに見えたりします。横に広がるね、このシルエットがすっごく可愛いなって思ったのと、絶妙なニュートラルカラーがツボで即購入したお気に入りのスウェットです。実は今回紹介するコーデの中で一番お気に入りです。これおしゃれなのに着心地も軽くて本当に素晴らしいんです。デニムやワンピももちろんおしゃれで好きだし可愛いなって思うんですけれども、このアスレジャーファッションの魅力はパジャマを着てるような感覚で入れることなんです。秋っぽいニュートラルカラーのクロップスウェットとバイカーショーツを合わせているので、スタイルアップ効果も狙えます。今 LA で大流行しているザ・アスレジャーファッションがこれです。ルーメイトに見せたらインスタのおすすめとかに出てくるテンプレートの格好だねって言われました。私はね、これは褒め言葉だと思って喜んで受け取りました。この格好だったら髪を上げてみるのも可愛いですよね。今より寒くなったらこの中に服を着たりとか、それこそジャケット合わせてみたりとかして、もっと長くこのスウェットスタイルを楽しもうかなと思います。バイカーショーツじゃなくてさっきのデニムと合わせてもきっと可愛いと思います。秋といえばやっぱりニットが着たくなりますよね。ベーシックな白いニットとデニムだとプレーンなコーデになっちゃうから、こういう時にこそハットをかぶっておしゃれ度を上げます。ごちゃごちゃした格好をしている時にハットをかぶると全体のバランスが悪くなっちゃってかえってダサく見えてしまうので、ハットはシンプルな格好をしている時にかぶるようにしています。下はブーツでコーデを締めます。アクセサリーは私は基本ゴールドの方が映えるかなと思うので好きです。アクセサリーはですね、基本アウリのものをつけることが多いです。チェーンネックレスはごついものが多いんだけど、これは軽いので肩こりが気になる方とかにもすごくおすすめです。で、この白いニットの下にも先ほどご紹介したね、バイカーショーツとかに合わせてもすごく可愛いと思うので、ぜひね、これ皆さんしてみてください。お次に紹介するコーデはニットにミニスカートとオーバーニーブーツを合わせてみました。ニットで上のシルエットが膨らんで見えるので、下は絶対ぴったりめのスカートで合わせます。冬本番になると嫌でも着膨れしてしまうので、今のうちにスタイルをアピールしておきましょう。このニットは丈が短めなので下半身が長く見えるシルエットになってます。つまりですね、私の大好きな足長効果ですね。スカートは単品でもいいし、夏もしニットワンピ的なものを着てた人がいたらその上にかぶせちゃっても可愛いと思います。いちいち買うのめんどくさいしお金もかかるからね。で、オーバーニーブーツを履くことによってスカートだけど防寒もできるから、これもねすごくおすすめです。私はね、ハワイ出身なので本当に寒いのはね苦手です。で、オーバーニーブーツじゃなくて普通のブーツでも全然足長効果を狙えると思うので、そっちで着てみるのも全然いいと思います。ブーツは本当に長さと形がマジで大事で、物によってはかえって足が太く見えたり短く見えたりすることもあります。なのでブーツを買うときは必ず試着してから私は購入するようにしています。最後にご紹介するコーデが、夏着ていたワンピをそのまま着て羽織を羽織るシンプルな秋コーデです。夏でもニットワンピを着てる人って着ると思うし、それだったら全然秋にもね流用可能です。やっぱりその生地感は大事にしたいので、ちょっとこう薄すぎるものだとあんまりマッチしないのかなというふうに思うので、生地が合ってたら基本的に私は夏物でも全然秋に使っていいと思います。このニットワンピだと最初にご紹介したシャケットと合わせるのもすごく可愛いと思うし、大きめのコートっていうか、これロングカーディガンなんだけども、そのロングカーディガンで合わせてもすごく可愛いなというふうに思います。私思うんですけど、秋コーデのねすごくいいところは、夏にね着ていたものに少し小物とか、その上着を付け足すことによってそれっぽく見えるところがすごく私はいいなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。以上が私の秋服のコーディネート、何コーデぐらい組んだんだろう、結構組んだんじゃないかなというふうに思います。私のコーディネートはね、結構その海外風ということで、海外に実際住んでるのでね、海外ファッションということになるんですけれども、でも全然日本でも多分私は同じ格好すると思うし、結構ねそういう格好するのどうなんだろうとか、そういう声も上がってると思うんですけれども、そういう声を気にしてたら自分の好きな服って一生着れないというふうに思うので、着たいんだったら別に着ればいいし、誰の迷惑にもなってないからって、いつも本当にルックブック撮るたんびに私は思うんですけれども、好きな服を好きな時に私は着ます。はい、これは別にどこにいても変わらないし、もちろんねその TPO をわきまえるけど、でもそれをこう踏まえた上で、もうこれなら一緒っていう服だったら全然私はどこにいても着ると思います。ということで、本日の動画もね最後まで、見てくださってありがとうございました。参考になったよ、楽しかったよっていう方、よかったら、高評価とチャンネル登録お願いします。
で、まあ、ルックブックはですね、私秋服本当にその今まであんまり着たことなかったっていうのもあって、またやりたいなっていうふうに思ったので、またもしかしたらそのちょいちょいやっていくかと思います。次回をね、楽しみにしていただければなと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。